やべえ、殺されかけた。マジで殺されかけた。これね、長島スパーランドのなんか何よりも怖いっす。さあ、それでは朝倉さんは究極を味わったので、まずは初期段階いきましょう。はい。だってね、マニュアル久しぶりでしょ。久しぶりっていうか、もう免許の音以来かもしれないですね。だからまずこう一足二足入れて、はい、慣れてきたら、はい、定常園はやったことあるんだよね。定常園ぐるぐる回るの。いや、ないです。ない。はい、ない。ないです。ぐるぐる回るのから始めましょう。そうですね。あとは、はい、一足でブーンと行ってサイドブレーキ引いて、ハンドル切りながらサイドブレーキ引く、はい、そうするとスピンターンする。お、それができるようになると、スピンターンしながら今度はサイドブレーキを下ろしてアクセルを入れるとブーン滑る。お、それ行ってみる。そうですね、行ってみましょうか。さあ、それでは行ってみたいと思います。それでは始める前に、素手ではね、手怪我しちゃいけないんで、グローブを差し上げたいと思います。あ、グローブってこういうグローブですか。はい、ありがとうございます。はい、あのちょっとあのいつも使ってるグローブとは違うんで。ちょっと違いましたね。はい、あの、これ車運転するときはこんな感じで。ありがとうございます。はい、寒かったんでよかったですね。あ、寒かったからね。それでは行ってみたいと思います。なんかちょっとマリオとルイージみたいですね、これ。ハンドル切っとくんだね。はい、で、今クラッチ踏んでる。はい、回転を5000回でくらい、はい、で、クラッチバンって離すから、はい、ハンドル切ってるよ。はい、おお、これ簡単でしょ。簡単なんですか、これ。煙すごっ。これ行ってみようか。はい、最後ブレーキするだけですか。そう、最後ブレーキ。朝倉さん、今のどうでした。なんか簡単でしょって言われたんですけど、簡単じゃないでしょ。クラッチでしょ。クラッチ、これですか。うん、はい、で、ちょい左に寄って、ギア一足、ちょい左に寄って、これも一足じゃない。ねえ、ねえ、ちょい左に寄って、ギア一足、ちょい左に寄って、あ、これも一足じゃない。あ、ミスった。ねえ、ねえ、どうしました。じゃあ自我予告かな。これどこっすか。クラッチ踏んで、クラッチ。クラッチ踏んでます。オッケーオッケー。これも一足ですか。3じゃない。あ、だからか。ハンドルいっぱい切って、うん、はい、アクセルこれ、はい、そうそうそう、ハンドルいっぱい切る、はい、そんなもんでいい。で、5500回転、5500回転で止めて、クラッチバーンと離す。クラッチ、クラッチ、そうそう、あー、惜しい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 。もうちょい、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 もうちょい。はい、ここでクラッチ離して、で、5500でアクセル止めとく、はい、で、クラッチバーン離す、はい、そしたらアクセル踏んでいい。アクセル踏んでいいんですか。うん、もう一回いくよ。5500、うん、5500、クラッチバーン離したらアクセル踏む。そうそうそう、で、アクセルは、アクセル調整して、調整して、調整して、 OK! 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 あー、いいんじゃないの。いりました。いいんじゃないの。次行くよ。うまいじゃん、ちょっと。うまいじゃん。できてましたね。できてた。はい、全然できてた。やっぱ運動神経いいね。はい、うん。すごい、できてました。うん、運動神経いいよ。本当ですか。うん。もう、次の段階行きます。はい、お願いします。一発でできたよ。できましたか。いや、うまいよ、うまい。ありがとうございます。一回くるって回した後、アクセルワークでちゃんとやってたから、はい、だから一定のところで回ってんの。はいはいはい。次、教え方がうまいでしょうね。んなことはないよ。
の回る時もさ、ハンドル切っとく、アクセルとか、うん、おぉ、ね、うーんとアクセル踏んだら、こう回り出したらもうブレーキ踏んでんの。はい、じゃあサイドブレーキいくよ。サイドブレーキ引く、滑り出す、アクセル踏む。あのね、ハンドル切る、サイドブレーキ引く、滑り出す、アクセル踏む。ちょっとできん、絶対できん。一回じゃとりあえずスピンターンで止まる。これ一足？うん、一足。オッケー。帰りますか？クラッチ踏んでる？うん。オッケー。これ一足入ってます？一足入ってます。うん。で、もうちょいスピード出す。じゃあ U ターンだね、ここで。スピード出してどうするんでしょうか？スピード出して、はい、じゃあまっすぐ行く、スピード出していく、はい、行く、ハンドル切る、ハンドルどっちに行きます、サイドブレーキ引く、でクラッチ踏んでブレーキ、クラッチ踏んでブレーキ、うん、なるほど、OK、 よし、行ってみよう。うん、こっちの端からでもいい、そっちでもいい、うん、端から行ってハンドル切ってサイド、おいいいいいい、端端端、これ戻さないといけないですか？いいよいいよ、右端行って、はい、じゃあここでこれ戻さなくていいですか？あ、戻す戻すよ。もう一回行ってみよう、端から行ってハンドル切るサイド、アクセル、端から行って、端から行って、ハンドル切る、サイド、はい、アクセル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 、よし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 、端から行く、ハンドル切る、サイド、アクセル、アクセル、アクセル、そうそうそう、端から行く、ハンドル切る、サイド、アクセル、あ、いい感じ、いい感じ、はい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 、ハンドル切る、サイド、はい、どうすか、いいじゃん、ちょっと難しい、まだできてないです、ちょっとぎこちない、はい、ちょっとぎこちない、なるほど、ハンドル切るサイド、アクセル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 、そう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 、おお、サイド、ハンドル切るサイド、アクセル、ついハンドル切るサイド、アクセル、うん、いい感じ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 、運動神経がいいんだな、運動神経がいい、いやできてる。大丈夫ですかね、僕ぶつからないですか、ね、さっきの感じだとぶつかんない、そうですか、うん、こういってこういってこう8の字書けば
ぶつかんない。こう行ってこうすか。うん、八の字。端っこから行けば大丈夫。8の字はまあまあいける。まあまあいける、うん、8の字はまあまあいける、そうだな。これを続ければ綺麗にできるようになる。今のはまだ初めてやったから雑なんだよね、うん、確かに。だけどできてはいる、できてはいるから、はい、あれを続ければ綺麗にこう8の字が書けるようになる。ああ、なるほど。楽しいですね。でも楽しい。今はマジで考えちゃってる。はい、そうですね。考えて動いてるんで、あれ、あれ、うん、あれみたいな。だから一個一個桜さん割っちゃってるから、はい、そうじゃなくてもっと滑らかに、そうそうそう、アクセル踏んだ、直線行った、ハンドル切って、最中にサイド引いた、戻してアクセル踏むっていう、全部がこうシンクロしてるから、言ってる意味はわかります、うん、ただ初めてにしたらできてるから。本当ですか。だからそこはちょっとびっくり。桜さん的に感覚はどうですか、うん、いやでもやっぱ教え方がうまかったんで、いや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 、できましたね。運動神経いい、うん、ね、はい、あとはもう一人で好きなだけ練習してお、横に乗ってると怖いんだよいや本当にあの石垣が見える時が怖いんだよ。おおって言ってましたもんそうそうそう、おおで俺サイド握ろうとしたら朝倉さんもうサイド握ってるからさ俺何もできないって確かに一番怖いかもしれない。そうさあ朝倉さん、はい、初体験の車遊びはいかがでしょうか。うーん、どっと疲れましたね、なんかいやだけどさ、あの峠走ってるのとはちょっと違うじゃない。ああそうですね、楽しかったですね。でもシンプルに、はい、やっぱこう一番最初のあのフルコース6キロは、はいはい、あれしびれるでしょ。しびれましたね、なんか違うとこが頭の辺がしびれました、ね、でもここは楽しいでしょ。これ楽しいですね、やっぱりね。車でこうやって遊ぶのって面白いでしょ、うん、なんかもうこのぐらいうまく乗れたら楽しいんだろうなと思いました。いやだけど最初に8の字できる人はいない。本当ですか。いない。嬉しいですね。じゃあいやだからそこはねちょっとびっくりした。普通はこうドーナツターンはできるんだけど8の字を教えてもなかなかできない。まあだからなんだろう、その格闘家のプライドみたいのがあるんじゃない？プライド？イケイケの、あイケイケのさ、やっちゃうもんね。普通はそのこうこの車幅だと怖いんだよね、はいはい。怖いからできない、アクセル踏めないし、はい、だからアクセル踏めって言っても朝倉さんは踏むし、はい、ハンドル切る、サイド引く、はいアクセル踏んでって言ったらアクセル踏むから、普通はあの崖とかこのガードレール見ると踏めない。あだからそこはやっぱ格闘家の血だなと思う。でもまたこれやりたいですね、第2弾。あ、本当ですか。ぜひお願いします、ね、はい、今度だから8の字をもっと成功させたいね、綺麗にね。確かに。あと彼がなんか乗りたいって言ってたんで、ね、次回はじゃあ乗せますか。はい、はい、いいですよ。絶対ビビると思うんで。いや怖がりなんで、怖がり。あなたのスタッフはやばい人たちが多い本当にフルコース乗せた彼もなんかうまいですねとか言うしあなたの組織はやばい。やばいっすよね、うまいってよく言うなじゃあ第2弾も期待しちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さん、ルーツチャンネルの登録よろしくお願いいたします。